はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科刺繍シリーズ第7弾をお送りします。で、今回はこの5問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあいつも通りね、画面下げますのでちょっとお待ちください。いきますよ。よいしょ。はっ、これでいいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は地震についてですね。ちょっとね、これ下になるんで、よいしょ。一応この辺にね、つけとこうかな。みんな見えなくてごめんね。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は地震について、ある地点で S 波が到着した時刻が10時23分33秒ちょっと噛んだ。これね、 S 波がこの時間でしたと。で、その場所における初期微動継続時間っていうのが20秒だったとしたら、じゃあ P 波が到着した時刻何時何分何秒か書きなさいという問題です。で、ここはまず P 波と S 波を押さえておきましょう。で、まあ、今回の問題には関係ないんですが、P 波と S 波、ね、二つ、まあ、波があるんですけど、それぞれの名前、まず押さえます。で、P 波の方が、ちょっと待ってね。手がかじかんで、待って、初期微動ですね。ちょっと入んなかった。P 波が初期微動。で、S 波が、主要動と言います。これ名前ね、押さえておいてください。で、P 波が初期微動で、S 波が主要動。そのセットもぜひお願いします。で、ざっくりな説明になりますけど、まあ、地震がね、ボンって起こりますと。ね、震源の場所で起こった時に、そっから2つの波が出てきます。ただ、それぞれ速度が違うので、先に P 波が到着するんです。で、その後に S 波、まあ、主要の方なんで、本当に揺れる方ね、がっつり揺れる方の波が来るんですけど、で、この P 波と S 波の、まあ、タイムラグというか、間の時間があるんですよ。その時間を初期微動継続時間って言います。ちょ、書いておきましょうか。よいしょ、待って、ね。初期。微動。継続。よいしょ。時間。で、今回これが20秒でしたよって書いてある問題ね。ってことは、まあ、この図からも、わかるように、ここは20秒間あったってことは、この主要動が来たところから20秒戻してあげれば、P 波、初期微動がやってきた時間になるよなってのがわかるので、もう単純にここから20秒引くだけです。つまり答えは、10時、23分13秒。20秒戻すからね。これが答えになります。まあ、答え導くだけだったらね、20引きゃいいやんって話なんですけど、まあ、せっかくなんでね、初期微動とか、主要動、その名前をね、押さえておいてもらえたらと思います。で、次は電気ですね。待った。動画のね、数字書いておこうか。これね、復習したい方、この場所は、場所が悪かったな。中1の52番の動画で復習できますので、よかったらね、そっちも使ってみてください。では2番行きましょう。次は、オームの法則のとこですね。3V の電圧、書いとこうか。3V、0.2A っていう数字が与えてくれてて、その時、その流れる電熱線の電気抵抗、つまりオームだね。は何オームですかって聞かれてると。まあ、オームを出す問題なので、まあ、オームの法則これ使っていきましょうと。まあ、自分がよくドラえもんの鈴っていう形でよくね、言いますけど、これの場所をまず押さえておいてください。で、覚え方は、バオームっていう言葉で覚えちゃうと楽です。バオーム、VA でバって読めるから、上から、バ、オームっていう順番。まあ、覚え方何でもいいんですけど。で、小学校でやった、ミハジ、もしくはまあ、キハジ。のね、方もいると思うけど、と同じで、ここ掛け算、ここ割り算、ここ割り算が隠れています。つまり、V、ボルトを求めたかったら、アンペア×オーム。で、今回みたいに、オームを求めたい、ここを求めたかったら、上から V 割る A です。
で、アンペア求めたくても上から V 割るオームになるんですけど、つまりこれを求めるためには V 割る A で、 V と A も書いてあるから3割る 0.2 すればいいよねって。で、あとはもうこれ筆算やってください。なので答え15オームと、まあ、この計算ねするだけで OK です。で、電気のところはね、このオームの法則の計算がセットで出されることがすごく多いので、ここね公式ちょっと忘れちゃったなっていう方はぜひね復習しておいてもらえたらと思います。で、動画の番号が中2の39番で復習できますので、まあ、よかったら使ってみてください。では3番いきましょう。で、次は力ですね。力なので、まあ、中1の勉強です。で、簡単に図を書いておきました。ちょっと矢印書いてないんですけど、で、こういう風に、まあ、水平な床の上に物があって、また物が上に乗ってると。まあ、ちょっと、ね、平らな雪だるまみたいになってますけど、これがあった時に、まあ、下が A で上が B ね。で、大事なのは、そのね、今回、物体 A に働く力なんです、これ。これを求めたい。それに該当する番号を全部書きなさいっていう、あ、書きなさい、選びなさいか。っていう問題なんですけど、いいな、ね、すべて選ぶんだね。で、この考え方なんですが、A に働く力ってことは、まず、このね、物には必ず重力がかかります。うちら人間もそうです。重力がかかる。で、重力を表すためには、その物の中心から、重力って下にかかってるからさ、中心から下に出てるもの。これがまず物体 A に、こいつにかかってる力ね。働いてる力だから。だから A の中心から出てるものがまず該当すると。で、それを番号で調べると4番になります。まあ、これだけじゃ重力って書いておこうかね。重力ね。で、あとは、考え方なんですけど、例えば、じゃあ、ここ行こうか。こっから、中心ずらしてるけどね。下に行ってるのと、上に行ってるのがありますよね。これどっちかが正解なんですよ。で、該当するんですけど、答えに。で、結局、どっちかっていうと、これ上の方が当たりになります。だから今回ここが5番、6番になってるんで、まあ5番が正解だと。5番がね。で、なんでかっていうと、6番っていうのは、床と A が接してますよね。接してると。で、A が床を押してる力なの。この6番っていうのは。A が乗ってて、それが床にズンってなってるから、つまり、6番は A がさ、床が A からされてるのね。お前、重いよ、みたいな感じで。だから、6番は床に働く力。だったら、この6番正解になるんですけど、それを、下に働く力と接してるところは、跳ね返す力が必ず均等になってます。下と上は同じ長さでね。じゃないと、下に潰れてっちゃうから。もし下が多かったら。だから、まあ、この6番と5番は同じ長さになってるんですけど、その下に働く力の上に跳ね返す力、まあ、跳ね返すかって言い方もおかしいけどね。で、それが A に働いてるというふうに感じてくださいと考えてください。いいかな。で、同じように考えると、A と B が接してるこの場所からこういうふうに2本出てますよね。で、番号を振っておくと1番と2番になってるんですが、これは、正解は2番になります。2番。いいかな？はい、どうか。で、これもね、A と B が接してると。で、まぁ、ちょっと B を主役で考えると、B から下に出てる方は、B が A にしてる力だよね。いや、A にとっては重いよ、お前って。俺されてるよ、重いわ、みたいな感じになってるんで、この2番の方は、B から A に働く力。で、上に返してるのは A から B にしてる力だから。だから A がされてる力ってどれかなって考えると一番わかりやすいです。A に働く力はね、A がされてる方。いい？されてる力。まあ、重力は外せないんで外しませんけど、これも5番の方が床から跳ね返されてる力。2番は B から重いよって押されてる力だから。だから A がされてる力って言ったらこの3つになると。つまり、これどうしようかな。縦に変えちゃダメだったね。答えとしては2番と4番と5番、これが物体 A に働く力になります。
で、なんかスルーしちゃってますけど、この3番ね、こっから出てる。こいつは B の重力なんで、B に働く力。っていう感じになる。いいかな？まあ、2とかのとかね、ちょっとしつこく言っちゃいましたけど。まあ、そんな感じで、ね、A がされてる力っていうのを考えてみてください。で、次って言おうと思ったけど、動画の番号だね。右入るか？いけるか？ここが中、失礼。1の45番。で、復習、はいね、できます。力ね。で、4番、まあ、日食のとこなので、これを投稿してるとき、これ、3年生の勉強なんですけど、もしかしたらまだ習ってない方の方が多いかもしれないです。一応ね、習ってる方もいるかなと思って入れてみたんですが、で、今回、日食の時に観察される月として正しいもの、まあ、満月、新月、上限、下限っていう選択肢があるんですが、これ答えから言っちゃいましょう。まず、日食の時の月は新月です。新月。だから答えで言うと、今回右でいくかな。よいしょ。いが答えになります。いが答え。で、俺絶対忘れるんで、さっきちょっと動画の番号書いちゃうね。中3の41。で、説明今からします。説明ってのはちょっと覚えてほしいことね。で、セットで、日食の時の月は新月なんですよ。で、月食ってのもあって、月食の時の月が満月です。ちょっと暗記要件になっちゃうんで、要件？暗記になっちゃうんですけど、これちょっとぜひ覚えておいてください。で、日食と月食の時の太陽と月と地球の位置の関係もぜひ押さえておいてもらえると、どっかで活かせるかなと思うので、ちょっと簡単に説明します。まず、この新月の方、こっちね。こっちは、太陽を赤にしようか。巨大な太陽があると。ありますよね。で、太陽があって、あと大事なのは月と地球の位置なんですけど、地球がありますと。ちょっと待って、3色しかないからこれでいいか。こういう感じで、太陽と地球の間に月が来たとき、これを新月、まあ日食と言います。こうね、位置的には。で、満月の方は、こうなったときに、よいしょ。地球と月の位置が逆になるんですけど、こういう位置関係になったら、これが月食です。いいかな？まあ、太陽から光が当たってるんですけど、地球がさ、月よりこっちに来ちゃうと、自分が影になっちゃうんで月が見えなくなっちゃうみたいな。そういう位置関係の話なんですが、まあ、ひとまず今回は日食月食、それが新月満月がまずセットになってるっていうところと位置関係をここでね、押さえてもらえたらと思います。で、もっとね、詳しく知りたい方はぜひね、あっちの動画で見てみてください。で、ラストですね。ラストが一番この中では厄介かなと。まあ、計算だからね、なんですけど、まあ、表があります。まあ、表はちょっとね、口頭で、口で伝える形になっちゃうんですが、18度、ね、気温が。で、湿度が 65% になっておりますと。で、こいつが、露天が何度かっていうのを調べたい。っていう問題。露天ね。だから、水が、水滴が出てくる時の温度ですね。で、まず何考えるかっていうと、まあ、湿度が出てきてるので、湿度の公式は使うだろうと。で、湿度の公式、復習しておきましょう。湿度ね。湿度イコール、自分全部ちょっと書くのがめんどくさい人なんで、使うのは今載ってるその表にある飽和水蒸気量のやつね。飽和水蒸気量分の1立方メートル。本当は1立方メートルに含む水蒸気量なんですけど、まあ、1立方メートル許して。かける100です。これが公式。湿度は、飽和分の1立方メートルかける100。で、今、飽和水蒸気量分かります。で、湿度も 65% って書いてある。だから、この公式から1立方メートルを求めることができます。で、それをまず求めていきましょう。いい？で、湿度は 65% なので、使っていこうか。65イコール、で、飽和水蒸気量いくつかっていうと、今、表を見るとね、
18度のところの飽和水蒸気量が 15.4 って書いてる。これさ、それだけで済むからちょっと見せようか、せっかくなんでね。ちょ、アップでごめんよ。18度だからここ。ここね、18度のとこ 15.4 でしょ。だから、その数字を使って、ここが 15.4。で、1立方メートルに含む水蒸気量ちょっと X って置いて、こういう感じで。で、これ計算していきます。で、これはやり方、ね、いろいろあると思うんですけど、自分、もともとこれ、100って上にくっついてる。だから、15.4 分の100が X にくっついてるので、その逆数をもうかけちゃいます。もう約分とか先に俺しないんで。で、かけると、X イコール、その65にね、100分の 15.4 がかかってる。こういう状態になります。で、ワードこのまま持ってきて、約分で65と100で約分かけちゃうんですけど、自分は。で、こうして、5でやると、13で、ここ20か。で、2でやると、これ、10で、ここが、7.7 か。ってことは、まあ、0.77 だから、13×0.77 やればいいんか。やるか。ちょっと待ってね。13×。231の77だから、こうか。10.01。間違ってないこと願おうか。調子乗ってね、早くやりすぎたわね。10.01。となりました。で、これね、今、求めたのが1立方メートルに含む水蒸気量なわけですよ。で、少し、ここ苦手な方も多かったりするので、ちょっと説明させて。今ね、1立方メートルに含む水蒸気量 10.01 って何かっていうと、1立方メートルって1メートルかける1メートルかけるお給気1メートルの箱だと思って。1メートル、1メートル、1メートルの箱。でっかいサイコロみたいな。で、そこに入ってる水蒸気、まあ水のね、量ね。まあ水じゃないけど、水蒸気だから。の量が 10.01 入ってると思って今。この数字覚えて。10.01 入ってると。じゃあ、飽和水蒸気量って何かっていうと、飽和水蒸気量は、この数字までだったら入りますよっていう数字。つまり、今気温が18度の時、15.4 だったでしょ。だから、15.4 まで俺ら空気、今水蒸気持てますよ。みたいな状態なの。これがその飽和水蒸気量。でも、実際に持ってる水蒸気量は 10.01 でしたと。だから、15.4 まで入るから、まだ5ぐらい余裕ですけど、みたいな状態なわけ。今空気としてはね。で、今求めたいのは露天なの。で、露天って何かっていうと、飽和水蒸気量って気温が上がれば上がるほどいっぱい水蒸気持てるんだ。でも、気温が下がっていくと、だんだん持てなくなってくるの。さっき 15.4 だったけど、ちょっと表を見せようか。ここね。見えるかな。15.4。でも15度まで下がると 12.8 まで持てなくなる。で、だんだん持てなくなるんだけど、今、そこにある水蒸気の 10.01 は変わらないわけ。絶対この数字から今ね。じゃあ、それが下がっていくとさ、どんどんね、14度、13度下がっていくと、11度で 10.0 までしか持てなくなる。ってことは、11度まで来てしまうと、溢れ出すんだよね、ちょっと。あ、俺ちょっともう持てないっす、無理っす、みたいな。で、溢れたものが水滴となって出てきます。空気中にある水蒸気だったんだけど、あ、もう持てない、無理ってなったら水滴に出てくる。その時の温度が露天って言います。だから、今、表から判断すると、10何度 ?11 度の時が、ぴったりだよね、ほとんど。だから、それが露天なの。いい、もうそれ以上持てないっす、ギリギリっすっていう状態だから。つまり、ここの答えは、ここでいい。11度。これが答えになります。いいかな。で、これね、復習したい方は、ここでいいか。2年生の64が対応しますので、よかったらそこもね、見てみてください。では、今回はね、この5問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。